権を認めると、当然有権者ですから知る権利というのを保障しなきゃいけない。もちろんですね、特別永住者のようにもう2代3代4代日本に生まれ育って日本語しか分かんないよという外国人になっています。しかし一方でですね、日本に10年20年住んでも日本語できませんという方もいるわけです。で、多くの国ではですね、憲法で公用語というのは規定されているんです。しかし日本では憲法で公用語の規定はないんです。ですから外国人が応援した議員が当選をして、支援者の外国人の人たちが今日傍聴来てると、私はあなたたちのために頑張ってますよと、こういうことを議会で主張していますよと分かってもらうためにですね、外国語で討論するのは当然あり得るわけです。例えばですよ、中国人に応援された議員が当選したらじゃあどういうことになるのか。そうよだ、おめえらみや、とわんぜんしない、じゃんちない、だだ俺は帝国主義、シャンチメントンバーメン、俺は自然不死ジラフ、下不到我们人民的。从长远的观点看问题，做胜利一定是我们人民的。现在啊，都三级别了。现在，我的市政府压迫我们的钱、医院还有图书馆的书，通通都被我征走。乡亲们、同胞们，我们要团结，团结就是力量。我们要解放大公，大公要独立。我们要自己的市政府。吉田君。まあそういうわけでですね、こういうふうに、今日本語になってます。実はもしもですよ、広東人に応援された議員が当選したらどうなのか。一方で広東人自治ご当心。他们讲我，还得讲广东话だったら、もう問題だま。ノープロブレム。こういうふうになってしまうとですね、果たして何人の方はわかるのか。で、もしもですよ、福建人が応援した議員が当選したらどうなるのか。福建人自治话咧、我系讲福建话。三分之一点、四分五百点、爱点差一点啦。こうなるとですね、分かる方いないんじゃないか。まあ、ですね、公用語、こういった言語の問題がきちんと日本では全然憲法でも整理されていないのに、外国人の参政権を認める。こういった問題は私は非常に欠落してるんじゃないですか。ないかと思うわけです。ですから、本請願の趣旨は妥当であり、私は外国人参政権、これは反対いたします。